よし、やっていきましょう。マガツクモっていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、ミヨコっていう女の子が主人公なのかな？山にバーベキューしに友達3人と来てたんだけど、はぐれちゃったと。ということで早速やっていきたいと思います。始める。シャーン。私はミヨコ。これは他の誰かが同じ目に遭わないように私が残した物語。あの恐怖の出来事に襲われた日、3人の友達と山にバーベキューをしに来ていた。バーベキュー場のあるその山は、近くの町では曰く付きの場所がある山だから、できれば近づくな。もし行くなら雨が降ったらすぐに帰った方がいい。そう噂される場所だった。その日は快晴だった。私たちは一安心してバーベキューを楽しんでいた。けれど、気づけば黒い雲が立ち込めて、ポツポツと雨が降り始めた。さっきまであんなに晴れていたのに、あまりによくできた展開に私たちは不安になって、大急ぎで車へ戻ろうとした。不安になった頃にはもう遅かったんだ。車へ戻る途中、車を止めた小道の頭上に貼られた網をくぐった。締め縄か。次の瞬間、私の目の前から3人が消え、私は一人不気味な空間に取り残されていた。あ、始まった。あ、動けるね。あ、懐中電灯を拾う。いる。あー、雲。ここどこだ。家。レモンストラップ。なんだなんだ。開かない？で、なんかいるね、クモ。うわっびっくりした。養分にされちゃった。マジか。え、リトライない。ちょっと待って。これか、このクモね。これなんだろうね。同じかな。目がやべえ。で、ちょっとこれは。で、いるんだよな。ほら、いるんだよ。で、来るから、忍び足ね、これ。で、多分そこ、通るよね。音がすげえ。あ、通る。通った、通った。ゆっくり、ゆっくり。今ね、シフトキーを押して、忍び足状態。ここなんだ。これなんだろう。これちょっと読もうか。メモかな。調査員の日誌1を拾う。あ。参道からはぐれた道の上にかけられた道切りを門にして異界へと巻き込むようだ。近隣の町での神隠しの階段の元凶は、ここで間違いないだろう。この異様な空気に飲まれていない不思議な植物を見つけた。一ついただいたところ、役に立つ効果が現れた。この記録はここに残していくので、もしこの問題が解決されず、再び誰かが巻き込まれた際は、この記録を参考にしてほしい。不思議な植物は見た目でわかるはずだ。あれかな？さっきのやつ。どうやってやるんだ？いやー、もうやべえ。ちょ、ちょ、待って。むずい。見つかったらもうほぼ死だな。走れないんだよね。拾う、隠れる。で、これ取ったらすぐ来て、で、これ。で、急ぐ急ぐ。あ、狭い。意外と狭い。ラベンダーだ。で、来てる来てる。今多分そこにいるから、こっち。隠れるってどこに隠れるんだろう。今ね、音を頼りに、進んでおります。一旦これは、拾って閉じる。逃げる逃げる。あ、来てる。
ちょっとぐるぐる回ってみよう。あー、ダメだな。これ、負けるか。今走ってるんだよね、ほぼ。あー、ダメだな、これ。見つかったらダメか。ちょっと隠れるところを探してみるか。こっちはないな。あー、なんか扉あったな。あ、でもちょっとずつ巻いてる。ちょっとここ扉。あった。トイレだ。トイレあった。ここね。で、でだよ。あとはこれなんだ。でここね。であとは、あ、これか。暗く埃が舞っているせいでよく見えなかったが、これだけは間違いない。間違いない。化け物がいる。絶対間違いない。体の一部には日本人形のような物体が見えた。あ、マジで？この特徴と以前読んだ絵巻物などの異物から凶悪な、これなんて言うんだろう。つくも神の類と思われる。最も近いのは平安妖魔の6の魔がつくもだろうか。へぇ。で、どっちだ？ここ開かないか。来てる、来てる。バレたか？で、次どこ行くんだろう。扉がない。あ、西さん。ナイフどころか銃も効かない。しかし、平安妖魔の6に書かれていたことを思い出し、とっさにライターの火をつけたところ、一瞬だが、ひるませることができた。マジか。ライターを見つける。この廃屋そのものを燃やせば、奴を倒し、この異界も消滅して、外に出られるかもしれない。ただ、先ほど、奇襲をかけられて、ライターを落としてしまった。一刻も早く3つ。あ、やばい。あー、ここで終わったと。で、ライターがある。音くれ。どこ行った？え、どこ行った？音しなくなったぞ。あ、ここか？ここ。なんでそこにいるの？ここ開いてなかったよね。早いね。はいはいはい。一旦、ちょっとぐる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 やって。あ、ちょっとこれやばいかもね。やばい。これやばいから一旦。大丈夫か？ああ、大丈夫なんだ。これ許してくれるんだ。大丈夫？あ、やばいやばい。ちょっと近づきすぎちゃって。これ間に合うか？危ない。大丈夫そう。なんか卵みたいの持ってない？で、さっきのところ、何かあるんじゃないか。ただ、ライター、ライター。あぶね。で、どう来るか。ライターを取って、こっちから出られるか。帰る。ダメか。そして、これ以上ないぞ。どうやって燃やすんだ？もうこっから体当たりする。ああ、やべえ。お、危ない。ちょっと入ってきてるじゃん。これを相手にやる？おお。あ、できた！あれ？でもダメじゃない？もう一回やってみよう。ダメだ。ダメなんだ。
スケープキーで、これあったわ。所持アイテムありました。メニューがあった。レモンストラップ、少しだけ見つかりづらくなった気がする。使うと一定時間気配を消すことができる。一度だけ身代わりになるんだ。うん。で、ちょっとライター取りに行こう。やっとわかった。エスケープキーだ。で、読んだことで、そこに、はい。あぶねえ。来ないで。アイテム使えるのかな。で、ちょっとこっちから行ってライターを取ってくる。大丈夫か。取ったらちょっとまたエスケープキー押してみよう。で、燃やせ。あ、いや、使わない。これは一度だけ身代わりってことか。ちょっとこれ使ってみようか。ライターを使う前に一度これやっておこう。どう？消えた？どうよ。あ、これはストラップだから常になんだ。じゃあ行きます。使う。あ。まさか？間がつくもは廃屋ごと燃やされた。廃屋ごと巣を燃やしたことで化け物を倒すことができた。巻き込まれてしまった恐ろしい空間からも無事に出られ友達と再会できた。あの化け物は間がつくもと呼ばれていた。現代にも何か記録が残っているのかと思い、あの日以降、図書館や博物館など、いろいろな場所を回ったけれど、有力な情報は得られなかった。あの調査員の持っていた記録しかないのかな。私みたいに生き残って調べ出す人を防ぐためなのかもしれない。確かに不用意に関われば、またあの日みたいな恐ろしい出来事に、もう一度巻き込まれるかもしれないんだ。もう関わらない方がいいんだと思う。でも知らないままでいいんだろうか。そうしたらまた誰かが巻き込まれるんじゃ。あの日の恐怖とこの先起こるかもしれない恐怖で眠れない私は布団から抜け出しパソコンに向かっていた。おー、終わった。レモンステップ、だからレモンのストラップ。レモンステップさん、おー、終わった。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。めっちゃ短いホラーゲームだったけど、こういうね、和風のねホラーゲーム大好きなんで、どんどんねこういうホラーゲーム作ってくれると嬉しいです。ぜひね、高評価とチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に記載してあるんで、ぜひともプレイしてみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。